だかなで、かなでは勝負下着って持ってるの？突然何の脈絡もない話題を振ってきたことよりも話題の内容そのものに驚いています。ねえねえ、持ってる？必要ありませんから私には。お、必要ないってことは勝負の意味分かってるんだ。ねえねえ、勝負下着の勝負ってどういう意味？ねえねえ、どういう意味？染谷さんって欲求不満なんですか？いや、そんなことあるかもしれないけど。染谷さん、私たちの年代の男女は心身ともにアイデンティティを形成していく時期であり、性的関心、欲求を持つことは自然で、むしろ健康である証拠です。恥ずかしいことではありません。ん？欲求不満には体を動かすことが効果的です。そうだ、ジョギングをしましょう。私も付き合いますよ。ジョギング？またストレスには娯楽も重要ですから、読書をしたりアニメを見たりするのもいいかもしれません。アニメ？次回、女子高生の無駄遣い、ロボ。アニメもいいけど生身の女の子がいい。生身の女の子のおっぱいがいい。あ、ダメだ、欲求不満がピークに達して理性と語彙力を失っている。ほら走りますよ染谷さん。汗をかいて煩悩を吹き飛ばしましょう。おっぱい。クリスマスが近づいてきたね、お姉ちゃん。そうだね、琥珀。ロリさんのクリスマスのご予定は？まあ、クリスマスって言ったら家でチキン食べたりケーキ食べたり、それくらいかな。それよりも。それよりもサンタさんが来てくれるかどうかが問題だよな。サンタさん、1年間いい子にしてないと来てくれないからな、サンタさんは。今年も来てくれるかな。来てくれるといいね。良い子にしてたならきっと大丈夫ですよ。黒いサンタクロースは悪い子のところにしか来ませんから。黒いサンタクロース？お姉ちゃん、あ、ご存知ではなかったですか？赤いサンタさんと同じ日に現れる黒いサンタさんの噂。良い子には赤いサンタさんがご褒美を、悪い子には黒いサンタさんがお仕置きをするんですよ。始まった。お仕置き？お仕置きってどんな？少しだけ悪い子にはジャガイモや石炭など子供が喜ばないものをプレゼントするらしいです。確かに石炭はいらねえ。まあまあ悪い子には寝ているベッドのそばに豚の内臓や血液をぶちまけるらしいですよ。いきなりお仕置きのレベル上がりすぎじゃない？それよりももっと悪い子はサンタさんの袋の中に詰め込まれて連れ去られていってしまうらしいです。こういう時だけ饒舌になるね、お姉ちゃん。ああ、でも何も悪いことをしていないのなら大丈夫ですよ。そうだよ、大丈夫だよ。していなければの話ですが。追い打ち！悪いこと？買い物のお釣りでこっそりお菓子買ったのは悪いことになるのか？次元の壁を越えて何やらメッセージを受信しました。次回、女子高生の無駄遣い、夢？一体何のことでしょう？なあ、ベッドの中でこっそり夜更かしするのは悪いことか？どっちかっていうとお姉ちゃんのところに黒いサンタさんが来ると思うよ。え、本当に？ベッドに豚の内臓ぶちまけてもらえるかな？どっちもめんどくさい。いつのことだか思い出してみろよ。あんなこと？え、マジそんなこともあったよな。いよいよ最終回ね。そしていよいようちにもイケメンの彼氏ができるんだな。幸せになれよ、バカ。おたもな。うちは一足先にあっちの世界、彼氏持ち女子高生の世界に行ってるから。これは選別。ありがとうロボ。けど緑虫ジャムはいらないから気持ちだけ受け取っとく。お前のすごい話もっと聞きたかったよ。しょうがねえな。じゃあ最後にとっておきのすごい話を。次回、女子高生の無駄遣い最終話、仲間。言わせ